校の内容を元気よく走り回る。あの、華やかっていうのかな、子供が多かったんでね、ここは子供が今、あれあれだっていうのも、子供たちの遊び場っていうか、悪いことするキャメル場なんですよ、ここは。で、当時、あの、窓口と窓口を使うので、今上がらないと、上まで上がってましたんでね。で、ここは塀が高いんでね。親からもう、全然迷惑もないし、好きなことやってましたしね。そういう意味では、ここが我々の思い出が一番あるところだったんですね。例えば、2時間なんて、ここから来て、車道が横に、その白い点に入れて黄色い点に入れると、何秒で爆発するって分かるから、それを投げて、ちょうど車に乗ったら、前で爆発するように、その上に交番があるんで、いろいろ乗っかってと、車の前にバーッと上がってくるんですよ。で、車のところが、この辺のところに、こう、日本のタイプになるので、階段に屋根があるんで、屋根のところというより、また閉じ抜けされるんです。柱や天井に特徴があり、多くの人々が団体にして、